うなんだろうな。カルガモがいっぱいいる。通報しましたが、誰だかもわからないけどいらっしゃい。早く歩かないと。これ今、あ、カルガモ、カルガモ。カルガモじゃないの。4歳なし。おおマジ怖え。いったカルガモじゃないかな。すいません、ちょっと安定のテストのお時間になりました。今ニコ生公式の配信アプリです。この前総長がやったやつ、小指が見えないバージョン。だからこれアットピオンってやっても俺が見えないんで。今これ散歩したら、一周したらちょっと。いつもの NME っていう俺が使ってるアプリに戻すんで、時限爆弾、これの画質が今どうなってるかも分かんないけど、すいませんね。まあ、このアプリを将来的に使うわけじゃないんだけどね、メビューがないから使いづらいから、どんくらいいいのかなっていう、画質が変わったのかっていうね、テストですよ。でも寒い、同じ道を歩いて比較してみたいかな。この場所は何回か来たところ、もうテストコースになってる俺が、ここ俺のテストコースだよ、ここ。最初八丁湖行こうと思ったんだけどさ、八丁湖暗すぎて光が見えないからさ、テストにならないか。前より光綺麗に見えるようになったかな。いつ爆発するんだろう。この横断歩道を渡り、車来た、トラックが来た。ガサカレ、この音って何？なんか音する？何か俺設定変。え、時限爆弾的な音するの。それ聞こえる？みんな、これ聞こえないんだけど。まあ、ちなみにこれは今あれね、アプリはいつものじゃないから、もしかしたらなんか違うのかもしれない。なんか違うのかな。とりあえずもうすぐ今
一周したらまたいつものアプリに戻すから。なんか違ったら教えて。いいな、今日いい加減。冬終わんないかな、早く。俺には音聞こえないんだよ。あ、ここです。こちらです。あの光とかどうやって映るの？前よりかなり綺麗に映るようになったね。これスマホのおかげだよね、多分。アプリじゃないよね。信号がちゃんとちょっと見やすいもん。冬終わったら。棒読み。あ、違うね、あれ。棒読みはね、あれが悪いんだよ。スマホの設定が悪い。ちょっと、設定変えとこうか、じゃあ。あれ多分設定が悪いんだよ。初期化されちゃってるんだよ。でもあの後俺いじった気がするけど、なんかスピードとかいじってないっけな。いじった気がするから多分変わってると思うよ。時限爆弾の音聞こえる？ちょっと待って、静かにしてる。え、これ棒読みは聞こえてる？棒読みオフになってた。ごめんなよ。棒読みオフになってた。ブーブー言ってるやつかしら。あれ、棒読み入ってなくね。ブーブー言ってんの。俺には何も聞こえないよ。え、早口なの？俺聞こえないんだけど。ボリューム早口？わざと俺変えたかも、じゃあ、それに。ちょっと俺、なんで俺には聞こえないの、そのボリューム。俺も聞きたいんだけど。なんで？え、どうやって棒読み聞くの、これ。ちょっと分かんないこのアプリ。アーコーヒーこぼしたので出てきます、わらわら。あー、早い？分かんない。俺何、楽しまないで、ちょっと勝手に。勝手に楽しまないで、俺わかんないよ。よっしゃ。あんま長くやるとね、テストじゃない、ちょうど10分で帰ってきた。10分で帰ってきた。この映像覚えておいてくださいね。じゃあちょっと、1分ぐらいしたらいつものアプリで戻してやりますんで、ありがとうございました。これはちょっと録画用に撮っときます。コーヒーこぼした？大丈夫？とりあえず取り寄つです。運慶しねえよ。これどうやって終了するの、このアプリ。え、これどうやって終了するんだ？お疲れ様です。